こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、従来の登山家のイメージには収まらない、型破りな活動を続け、話題を呼んだ栗木信和さんについて解説していくぜ。栗木さんってどんな人なの？栗木さんはヒマラヤ山脈に位置する世界最高峰エベレストに、単独無酸素、という過酷な条件で挑み続けたんだ。エベレストなんて地球上で最も危険な山じゃない。それで栗木さんはそのエベレスト登頂に成功したの？いや、残念ながら2018年5月21日に8回目のエベレスト挑戦中での事故で、35歳という若さでこの世を去ってしまったんだ。ええー、まだこれからって時期なのに。でも栗木さんの挑戦は多くの人たちに勇気を与えたに違いないわね。ああ、それは間違いないだろうな。だが栗木さんは賛否両論ある登山家だったんだ。栗木さんが亡くなった後も批判的な論調の動画や本が出され続けているぜ。なぜそんなことになってしまったのかしら。では今回は、栗木さんが亡くなった事故の詳細と賛否両論の背景について見ていこう。それじゃ、ゆっくりしていってね。2018年4月18日、栗木信和さんはエベレストに8度目の挑戦のため、ネパール入りした。自身のフェイスブックには、苦しみも困難も感じ、感謝しながら、登っています。と思いを記入していたぜ。栗木さんは過去にも何度もエベレストに挑戦しているのね。ああ、栗木さんは過去に7度、エベレストの単独無酸素登頂を目指したが、天候悪化や、体調不良からいずれも断念している。過去に何度も無謀なチャレンジをしてきた栗木さんだが、今回も南西壁という、エベレストでも最難関と言われるルートで登頂を目指したぜ。へえ、エベレストもルートで難しさが変わるのね。エベレストには全部で18の登頂ルートが存在するが、通常選ばれるのはネパール側の南東洋ルートと、チベット側の北洋ルートの2ルートだけなんだ。南西壁からの登頂の難しさは、例えるなら、スカイツリーを内部の階段を使って登るか、外壁をよじ登っていくかぐらいに違いがあるぜ。しかも、南西壁からの登頂は、壁をよじ登るのと同じようなことだったぜ。もはや登山ではなくて、ロッククライミングみたいだわ。ああ、そうだよな。だがルートの難易度云々の前に、栗木さんは登山できる状態ではなかったんだ。え？どういうことなの？実は、栗木さんはネパール到着から5日目に、滞在ホテルで39度の高熱を出し、寝込んでしまったぜ。3日間休養した後ベースキャンプに到着したが、体調はなかなか回復せず、ヘリコプターで一旦下山し、近郊の病院へと向かった。だが、少し静養しただけで、すぐにベースキャンプに戻ってきたんだ。まさか、その状態で登頂を目指したっていうの？そのまさかだぜ。医者から咳止めの薬を処方された栗木さんは、スタッフの心配をよそに、翌日エベレストに向かった。だが、少し登ってすぐに体調が悪化してしまい、またしても翌日にはベースキャンプへ下山してしまった。そこまで体調が良くなかったのなら、諦めることもできたはずだわ。なあ、実はエベレスト登頂には、多額のお金がかかることを知っているか？え？何よそれ、初耳だわ。エベレスト登頂にかかる入山料は、ネパール南東のノーマルルートでも、約110万円かかると言われている。また、登山ガイド費用、食費、移動費、滞在費、運搬費、道具代なども必要で、総額は最低でも500万から1000万円と言われているんだ。そして、栗木さんの場合は、ライブ配信のための機材をレンタルしたりしていたため、費用は5000万円を超えていたそうだぜ。それじゃあ簡単に登頂を諦めることなんてできないわね。そうなんだ。そして運命の5月18日、天候は栗木さんを応援するかのように晴れだった。栗木さんはベースキャンプから6400メートル地点へと向かったぜ。晴れてよかったわ。6400メートル地点で2泊し、20日午前6時頃に次の地点へ向けて出発した。難関と言われる南西壁を登り始め、15時頃に7400メートルあたりに到着したんだ。標高を少し下げてテントを張り、翌朝1時に、頂上へ向けて出発する、と無線連絡をしたぜ。だが、20時30分頃、吐き気が止まらない。ちょっと異常な感じがして危ないかもしれない。今すぐ6400メートル地点におります。と無線で下山を伝えたんだ。また体調が悪くなってしまったのね。この時、どうして栗木さんが体調が悪かったのか、詳しくは公表されていないためわからないが、急激に高度が上昇することで、体が低酸素状態に適応できず、酸素の供給が不足することで、吐き気などの症状が現れる高山病の可能性が高いと思われるぜ。ああ、なるほどね。そして23時頃、栗木さんから無線で、救助のため登ってくる。シェルパのヘッドライトを目指す。という連絡があったぜ。この時点で栗木さんのヘッドライトは消えていて、月明かりを頼りにしていたと推定されるぜ。
この連絡を最後に、連絡が途絶え、時間が経っても降りてこないことから、撮影隊が登って捜索したところ、標高6600メートル付近で亡くなっている栗木さんが見つかったんだ。え？一体栗木さんに何があったの？発見当初は、低体温により命を落としたとの説明があったが、担当者は、見つかった時の状態から推測して、おそらく100メートルから200メートルほど滑落したもの、だと発表したんだ。このことから、下山中に滑落し、全身を強打したことが亡くなった原因であると思われるんだ。滑落ってことは、相当痛い思いをしたということなのね。いや、担当者の説明によると、滑落したものの丸体の損傷は大きくなくて、安らかに眠っていたとのことだぜ。最悪の結果に終わってしまったけど、眠るようになくなったのならば、それだけは救いだわ。そもそもどうして栗木さんは、そんな難しいエベレスト登頂に挑んだのかしら。栗木さんは登山に自信があったってことよね。栗木さんの突然の訃報には、多くの人から追悼の声が上がっているんだが、一部の人たちからは、栗木さんのこの挑戦がかなり無謀なことに見えていたそうなんだぜ。え？一体どういうこと？登山を専門に取材を続けてきた登山ライターは、西陵や北壁というルートはものすごく難しく、栗木さんのレベルで登頂できることはほぼ 100% ないと断言できるものだった。専門家ほど挑戦に対して無理と断言することは躊躇するが、明らかに無理。挑戦については例年通りのことで、今年も登頂成功というニュースは来ないと思っていたが、まさかなくなるという結果になるとは予想していなかった。と語っているぜ。栗木さんはそこまで言われてしまうほどのレベルの登山家だったの？ああ、実は登山界では栗木は実力が伴わないと見られていたんだ。とある登山家からも、登山家としては 3.5 優。本当に登山家を目指している人たちに失礼。とメディアで語っていたくらいだ。どうしてそんなことが言い切れるのかしら。私にはすごく失礼なことにしか聞こえないけど。ああ、そうだよな。栗木さんは大学3年生の時に北米最高峰の標高6194メートルのマッキンリーに登頂。その後、7大陸最高峰のうち6つの山を登っている。また、ヒマラヤ山脈のダウラギリ、マナスル、ジョ、お湯を制覇しているぜ。じゃあ、その 3.5 優という言い方は少し間違っているんじゃないかしら。霊夢は登山家というものを知っているか？魔の登山家というものは、日々体を鍛え、ルートの研究をして難関の山へと挑むものだぜ。最難関のエベレストのルートを登るのなら、日々の努力は欠かせないわよね。ああ、だが栗木さんは、その真の登山家の人たちとはかけ離れていたようなんだ。栗木さんは日頃から、努力の様子が見えず、その時期が来た時だけ難関の山に登りに行っていたようだ。そのためか、栗木さんはこれまでに、7度のエベレスト登頂を失敗しているんだ。あらら。この栗木さんのこれらの失敗に関して、アルピニストの野口健さんは、撤退する勇気は確かに大切。失敗を恐れていたら挑戦はできない。だが失敗から何を学ぶのか、同じような失敗を繰り返すのは撤退する勇気でも何でもない。失敗慣れし、一つ一つの挑戦をおろそかにしては冒険をする意味がない。と言っているぜ。失敗を次に活かせなければ、また失敗してしまう原因になってしまうものね。その通りだ、これらの幾度ともなる失敗から、登山界では、栗木には登頂するつもりがないのではないか。という憶測も出たくらいだ。体力や技術、経験が十分でないにしても、山に登る前に何かしらできることをするべきだったが、栗木さんは努力をしていなかったと見られているぜ。そのため、3.5 優という評価をされてしまったんだ。それは、命がけで登山家をしている人たちの勘に触ってしまっても仕方がないわね。さらに栗木さんはいくつかの事実に反する行いをしてしまい、登山家や関係者からバッシングされることになるんだ。事実に反すること？栗木さんは登山活動をしていく上で、日本人初となる世界7大陸最高峰の単独無酸素登頂に挑戦している。とのうたい文句をマスコミ向けに使っていた。すべてのヒマラヤ遠征でも単独無酸素を前面に出していたんだ。だが、この主張は少し間違っていたようだぜ。そもそも単独無酸素登頂って何なの？単独無酸素登頂とは、酸素ボンベを使用せずに、単独で高山の頂上に到達することを意味するんだ。だが標高8000メートル未満の山には酸素ボンベは必要ないと言われているぜ。そのため、世界7大陸最高峰において、酸素ボンベを使用する必要があるとされるのは、そもそも標高8000メートルを超えるエベレストのみということになるんだ。じゃあ、栗木さんのエベレスト以外の登頂にはもともと酸素ボンベは必要なかったってことになるわね。
だが栗木さんは結局、エベレストの登頂には成功していない。そのことから考えると、単独無酸素を謳い文句にするのは間違っていると言えるぜ。このことに関してかなり早い段階で、登山界の人たちは表現を変えるように指摘してきたが、基本的にこの表現は最後まで変わらなかったそうだ。悪意はなかったにしても、嘘はいけないわ。この無酸素で山を登ること以外にも、栗木さんにはもう一つの疑惑もあるぜ。え？まだあるの？栗木さんは、自身のウェブサイトやブログで単独登頂ということを主張してきたんだ。単独登頂って、一人で山を登るってことよね？ああ、その言葉の通りだ。だが海外の登山における単独登頂については明確な定義がなく、登山者たちの独断と偏見に任されている現状にあるが、過去の著名な登山家たちは単独登頂の評価を得るため、自らの行動に厳密なルールを課したんだ。1995年5月13日にエベレスト単独登頂に成功した、イギリス人女性のアリソン・ハーグリーブスは、固定ロープを使用しないことはもちろんのこと、他の隊から勧められた紅茶すら断っているぜ。すごく厳密なルールを作ったのね。一方の日本の登山界では単独についてはベースキャンプの先は第三者のサポートを受けずに、あらかじめ設営されたキャンプ、固定ロープ、はしごなども使わずに登ることを意味しているぜ。だが、ここでも栗木さんを批判する声が多く上がったんだ。実は栗木さんは単独登頂の意味を間違えて解釈していたようだぜ。その言葉のままなのに、どう間違えたの？栗木さんは、どうやら自分の荷物を自分で背負うこと、と解釈してしまったようだぜ。栗木さんの単独登頂の概念は登山界の常識からかけ離れていたんだ。事実、栗木さんの訃報を出した現地誌、ヒマラヤ・タイムスでは、ヒマラヤ登山の案内人4人と登頂を目指していた、と帯同者の存在を伝えていたぜ。全然単独じゃなかったんだね。さらに生前、栗木さんは、他の登山隊が設置した固定ロープなどを使って登頂している上に、ヒマラヤ登山の際には栗木隊、と呼ぶ大規模なサポート隊を編成し、現地ガイドが固定ロープ設置などのルート工作やキャンプ設営を行い、無線により気象情報や行動計画などのサポートを受けて登っているんだ。さらに栗木さんは、過去に数回、自力下山が困難になり、現地ガイドに救助されているぜ。それはもはや単独登頂じゃなくて、複数登頂だわ。キリマンジャロに登頂した時に至っては現地人ガイド帯同が義務付けられていたため、ガイドと一緒に登頂したのにもかかわらず、単独登頂を達成したとしているんだ。そこで、登山の専門誌である大和渓谷は、2012年3月号で栗木さんの単独無酸素登頂を、その言葉に値しない、と、しっかりと否定しているぜ。さすがに否定されてしまっても仕方ないような気もするわね。これらに対して、2012年5月に日本人初となる8000メートル峰の全14座に登頂した竹内博隆さんは、彼自身の目標に向かう姿は素晴らしい。おそらく、この栗木さん自身は、単独とか無酸素とかの意味をそこまで深くは考えていなかったのかも、とコメントしているんだ。栗木さんは、決して私たちを騙そうとして嘘をついたわけじゃないわよね。ああ、いろいろな人の書いた記事やコメントを見ると、どうやら栗木さんは旗から見たら嘘に見えても、本人は嘘をついているつもりはなかったようなんだ。純粋に自分は正しいことを言っていると思っていたんだろうな。栗木さんは昔から頑固な一面があったらしいから、一度そう思ったら考えを変えることができない人だったかもしれないぜ。それが凍傷事故を招いてしまったかもしれないな。凍傷事故？実は、栗木さんは過去に凍傷事故で、両手の指を9本失う大怪我をしているんだ。9本全部凍傷なの？ああ、そうなんだぜ。それは、2012年秋の4回目のエベレスト登頂挑戦の時に起きてしまった。その時に栗木さんが選んだのは、ノーマルルートよりも格段に難易度が高い、西洋ルートだったぜ。この稜線の上は常に強風にさらされ、しかも西洋は長く険しいんだ。そんな過酷なルートで、過去に登頂成功した人たちはいるの？1963年にアメリカ隊が初めて足を踏み入れ、1979年にはユーゴスラビア隊が登頂に成功しているぜ。1981年、明治大学エベレスト登山隊が、大学の創立100周年記念として挑戦したのも、この西洋ルートだ。山頂のすぐ下である標高差98メートルの地点まで検討したが、無念にも断念してしまったぜ。いずれの隊も大人数で装備も日数も要する方法で、この山に挑んだんだ。それほどまでに難しいルートなのね。それを一人で達成しようとしてたなんてすごい勇気だわ。だがこの時、栗木さんは万全の状態ではなかったぜ。2012年の6月、ヒマラヤの標高8027メートルのシシャパンまで、右手の親指を骨折し、胸の軟骨も損傷するという怪我を負っていたんだ。
さらに過去3度の挑戦で一度も8000メートルに届いたことがないのに、わざわざ登頂困難なルートを選んだぜ。そんなの自分から命を落としに行っているようなものだわ。だが、クリキさんはこの挑戦をやめようとはしなかった。2012年10月2日、クリキさんは、8日の登頂を目指す、と、5300メートル地点にあるベースキャンプを出発した。その後、6400メートル地点まで登ったものの、ジェットストリームが近づいているので去るのを待つ。と10月6日にベースキャンプに戻ったぜ。ジェットストリームって？ジェットストリームとは、猛烈な風と寒気を指し、秋季エベレスト登山で特に厳しさを伴うと言われている。外見は快晴でも、長期間にわたって山に居座るジェットストリームによって、強風が吹き荒れることがあるぜ。山で強風は危険だわ。10月9日、再び登山を始めたクリキさんは、6400メートル地点まで一気に登るが、そこで4泊することにしたんだ。そして13日になって標高7200メートルほど登ったが、体調不良を理由に2泊しているぜ。こんな標高が高い場所で、2泊もして大丈夫なの？この状況には信仰のある登山家、野口健さんも、きてぇ、2泊は辛い。とツイートしているんだ。せっかく体が高度に順応してきたのに、停滞が続けば体勢が失われてしまうことになる。動かなくても疲労がどんどん蓄積する上に、これ以上長引けば脳にダメージも出てしまうぜ。高い山には、極力迅速に登るのが高所登山の鉄則なんだ。普通そうよね。でも栗木さんは、もうすでに何泊もしているわよ。こうした栗木さんの不自然な動きに、ネット上では、ガスや食料が持つのか？非常に不自然。という声も多数上がったんだ。体調が悪かったのかしら？そうかもしれないな。クリキさんは10月15日になると、標高7200メートル地点からの下山の意向をベースキャンプに伝えたんだ。やっぱりそうだったのね。だがクリキさんはそれを撤回して、10月16日にまた登り始めたぜ。無理はダメよ。予定のキャンプ地ではなく、遥か手前にある標高7500メートル地点の岩陰にテントを張ったんだ。だが通常ならば、エベレストの最終キャンプは標高8000メートルを超えた地点に、設置するのが一般的だが、それよりも500メートルも低い位置だったぜ。そうなると、翌日にクリキさんは山頂までの1348メートルにも及ぶ道のりを、登らなくてはいけないことになるんだ。それはかなり大変なことなの？エベレストのような高い山に登る場合、高度に順応するための基本的なルールとしては、1日に登る高低差を500メートル以内にすることや、1000メートルに一度は、1日滞在日を設けることなどがあるんだぜ。じゃあ、クリキさんはその基本的なルールを無視することになるのね。危険すぎるわ。ああ、それなのにクリキさんは10月17日、モンスーンが来るまでのラストチャンスなので登頂を目指す、とベースキャンプに告げるぜ。無謀すぎるわ。だがクリキさんは、想像以上の凄まじい風にさらされ続けたんだ。そして10月18日の早朝に、風が強すぎて、これ以上は危険だって判断しました。ごめんなさい。と言って、結局登頂を断念する決断をしたぜ。命の方が大事よ。正しい決断だったと思うわ。そしてクリキさんが標高7500メートル地点のテントに戻ったのは、10月18日の午後5時半頃だった。テントに戻り、すぐに無線でベースキャンプに救助を要請したぜ。その後、救助ヘリコプターによって、カトマンズの病院に搬送されたんだ。クリキさんは大丈夫だったの？命に別状はなかったが、右手の親指以外の9本の指に重度の凍傷を負ってしまったぜ。医師は、凍傷により損傷した指は切断するほかないと言ったが、何としても諦めたくなかったため、2012年11月に有効な治療を求めてインドに渡ったんだ。登山家として、指をなくすのは致命的よね。だがインドで受けた治療は日本で受けたものと変わりなく、血管拡張剤や高気圧酸素の治療だったぜ。クリキさんは何としてもミイラ化した指を治すためにアメリカやウクライナなど、国外での治療に乗り出したんだ。大事な指だもの、必死になって当たり前ね。クリキさんは切断手術をすると公に言いながらも、高濃度炭酸や薬草などの東洋医学の民間医療を続けていたぜ。だが努力の甲斐なく、右手の親指以外の9本の指を失ってしまったんだ。かわいそうすぎて、言葉を失ってしまうわ。クリキさんの大学時代の先輩は、凍傷だと聞いてさすがに心配になったが、一方では、何やってるんだ？と腹立たしい思いもあった。冬山のトレーニングをしっかり積んでおけば、凍傷になりかかったらすぐに気づくはずだ。指の体温が戻りづらい、おかしいなってその感覚が養われていないのは、準備不足と自己管理ができていない証拠だ。と、辛辣な言葉を述べたぜ。でもどうして、一気に9本も指が凍傷になってしまったの？それには2つの説が出たんだ。
一つ目の説は、スマホでの性配信のためにフィンガーレスグローブを、つけていたためだというものだぜ。氷点下になるエベレストで、そんなことをしたら一発で凍傷になるわね。ああ、だがこの噂に対して、クリキさんは、現場のことがわからない人や、足を引っ張りたい人は、そのように書きたいのでしょうが、知っている人は知っているので、どうでもよいのです。と、事実を否定しているんだ。さらに2012年凍傷直前の映像を確認しても、インナーの手袋をしたままで無線していて、10本の指は露出していないことが明らかになっている。じゃあ、この噂は事実じゃないってことなのね。ああ、その通りだぜ。そしてもう一つは、指の凍傷は演出だったという説だぜ。ええ？栗木さんは自分でわざと凍傷になったってこと？ああ、だが当時の関係者たちに聞いてみたところ、やはりそんな話は知らないと全員が否定したんだ。これで、自作自演説はただの想像であり、現場の情報ではないとわかったぜ。つまり凍傷は、登山行動中の判断ミスということなの？ああ、その通りだぜ。だが、ここから栗木さんは自分を奮い立たせ、登山家として復帰を果たすんだ。約2年ぶりの登山として、2014年7月に世界第12位の標高8047メートルの、ブロードピークに挑み、見事登頂に成功したぜ。だが2015年8月、5度目のエベレスト登山に挑むが、途中で断念し、次いて2016年5月のアンナプルナ、2016年9月及び2017年4月の6度目、7度目のエベレスト挑戦も登頂には至らなかったんだ。やっぱり、エベレストの壁は高かったのね。ああ、エベレストはいろいろな意味で壁が高いぜ。冒頭でも言ったが、通常、エベレスト登頂のためには、入山料、渡航費用、現地ガイドを含むスタッフなどの多くの費用が必要となるんだ。さらに栗木さんは、自身の登山をインターネット動画配信したり、生中継することによる、冒険の共有にこだわっていたぜ。そのため、機材を現地で借りる莫大な資金も必要だったんだ。冒険を重ねていく栗木さんにとって、資金集めは重要な問題だったのね。ああ、資金がなかったら登山ができないからな。そのため、お金がなく、コネがない若い登山家が登頂を実現するためには、スポンサーの資金協力が必須となるぜ。そこで、栗木さんは登山活動以外に、日本全国で講演活動を行い、登山活動資金を集めていたんだ。そして、自らの資金集めや登山の活動を円滑に進めるため、2007年8月に、株式会社タオを設立し、若き起業家となったぜ。山に登るために会社まで起業してしまうなんてすごすぎるわね。言葉の巧みさと天性の明るさ、推しの強さで有名起業家の目に留まり、のし上がっていくぜ。そしてその資金の集め方は、少し変わっていたんだ。多くの登山家はスポンサーへの営業を行わないが、栗木は自身でスポンサーに喜んでもらえるような、企画作りをし、起業やメディアに売り込み営業をする。たとえそれがうまくいかなくても、一つの出会いが次につながるコネとなり、そのコネがさらに太いパイプになる。支援者やスポンサーのネットワークが広がっていく様を、栗木さんは著書一歩を超える勇気で、わらしべ登山家は毎日、各界で活躍する人たちに会いに行っている、と記しているぜ。登山家自らが営業をするなんて聞いたことがないわ、そこまでして山に登りたかったのね。ああ、そのため栗木さんは個人から起業に至るまで、お願いされればどこにでも足を出向き、積極的に講演会を行ったんだ。だがその中には、マルチ商法の起業もあったんだ。この企業は日用品や化粧品、サプリメントなど、様々な商品を連鎖販売取引する企業だぜ。他にもマルチビジネス、ネットワークビジネスとも呼ばれていたりするな。そういえば料理教室と思って行ってみたら、実は、家電やキッチン用品の宣伝が目的で強引に勧誘されたって話を見たことがあるわ。マルチ商法は違法ではないが、騙し討ちみたいなやり方をする人のせいで、トラブルも起きているみたいだな。だから世間の印象が悪いのも事実だよな。とにかく栗木さんは、資金集めのためなら、どんな企業にも営業活動をしたってことなのね。まあ資金集めのためとはいえ、影響力がある登山家が、マルチビジネスの関係者と手を組むというのは、やはりイメージが悪かったのかもな。でも、講演会だけでは正直、お金って集まらないわよね。ああ、その通りなんだ。そこで栗木さんはスポンサー探しを始めたんだが、このスポンサーにも、批判が集まることになった。他にもまだまだ問題があったのね。社交的で明るく、人懐っこい栗木さんでも、スポンサー探しには苦労したらしいぜ。時には、スポンサー探しをエベレスト登山よりも辛い地上の登山と呼んでいたくらいなんだ。何がそんなに大変だったのかしら？片っ端から電話をしても門前払いされ、ひどい時には、オレオレ詐欺と間違えられたこともあるそうだぜ。
それから、クリキさんはスポンサー集めの方法を変えたという。それまでは、資金集めのためのプレゼンばかりしていたが、まずは、その人の話を聞くことを第一に置いたんだ。ビジネスとはいえ、人と人との付き合いだものね。その成果があったのか、初期のスポンサーは北海道内の会社経営者などが中心だったが、徐々に資金援助をお願いする対象企業を全国へ伸ばしていった前だ。2009年のダウラギリ東京など、インターネットでも登山の様子が中継されるようになって、閲覧数が増えてくるとスポンサーも集まり、やがては大手芸能事務所も彼の元へ飛びついたぜ。これで順調に資金も集まることになるわね。だが、これで栗木さんは知らず知らずのうちに、自分を追い込むようになっていったんだ。これだけ周囲を巻き込み、莫大なお金を集めて、壮大な企画を立てて動き始めてしまった以上、たとえ本人がはっと我に返ってやっぱり難しいと思っても、決して口にすることはできず、後戻りは許されない八方塞がりの状況になってしまった。じゃあ栗木さんは、莫大な資金を集めるために単独無酸素という厳しい条件で、あえて難しいルートでエベレスト登頂を目指したってこと？ああ、そうかもしれないぜ。栗木さんは、心配する親しい人に、自分には登山しかない、と語っていたそうなんだ。支持者の中には、その挑戦がいかに危ないことかを知った上で夢に投資をする感覚で、資金提供していた方もいて、資金提供をされているからには栗木さんは意地でも結果を、求めていくことになってしまったぜ。支持者が栗木さんを追い詰めてしまったのかもしれないわ。ああ、エベレスト登山に対する必要以上のプレッシャーを与えた結果、栗木さんを意地にさせて、無理することによって、最悪の結果につながってしまったかもしれないな。心境的に追い詰められていたとすれば切ないし、とても悲しいわね。また、栗木さんはビッグマウスで、ファンを増やしてきたり資金調達していたことから、他の登山家からは常に批判の対象となっていた。批判者の発言によって追い詰められ、無謀な挑戦だとしても意地になってしまい、栗木さんは命を落としてしまったとも言えるだろう。本人が辞めたいと言いにくいのなら、やはり周囲が栗木さんの無茶苦茶な挑戦に、しっかりとストップをかけるべきだったと思うわ。今更何を言っても遅いと思うが、第二の栗木信和さんを作らないためにも、今後は支援者たちには、支援のあり方をしっかりと考えてもらいたいものだな。栗木さんは、亡くなった後、生まれふるさとの北海道に戻った。北海道の自然の中で、親族のみで静かに見送りたい。という遺族の意向により、親族のみで葬儀と火葬が行われたぜ。栗木さんの好きだった場所に戻れてよかったわ。知名度があってファンが多かったこともあり、葬儀についての問い合わせもすごく多かったようで。後日、ファンの人も参加できるお別れ会が、株式会社タオが発起人となって行われたんだ。お別れ会は全部で2回行われ、まずは、2018年6月17日に札幌で開催されたぜ。当日は約500人の方が訪れたそうだ。登山家のお別れ会に500人も参列するなんて、すごいわね。次に、栗木さんが今金ふるさと応援大使でもあったため、2018年6月24日には、生まれ育った今金でもお別れ会が開催されたんだ。会場ではそれぞれ、栗木さんのビデオが流れたり、パネルや登山用品の展示がされていたぜ。お別れ会には、地元の町長や栗木さんと同じ登山チームのメンバーも参加していて、同じ登山家でもある野口健さんからは会場に花が送られてきた。登山家としては批判はあったかもしれないけど、明るい性格だったから、友人は多かったのね。そして東京の永田町では栗木さんの追悼ギャラリーが開催され、約2000人が訪れたんだ。2000人？すごいわね、さすが。生前の写真や映像、愛用していた登山ウェアや、道具が展示されている中、来場者が一番時間をかけて見つめていたのは、生前と並んだ50本の白い四角柱だったぜ。各柱の上には、栗木さんの家族や友人、関係者の率直な栗木さんについての言葉が刻まれていたんだ。現在でも、北海道今金町には多くの人が訪れ、栗木さんの墓を参りしているぜ。栗木さんは今でも多くの人の心の中に生きているのね。ということで今回は、エベレスト登頂という夢に挑戦してきた、栗木信和さんについて詳しく解説したぜ。栗木さんの諦めない精神に心を打たれる人もたくさんいたはずね。だけど、そんな栗木さんに批判的な人がいたというのは悲しいわ。今までのことから、栗木さんは無謀な挑戦をする、命知らずの登山家に思えるのは当然かもしれないぜ。プロの登山家たちからしたらプロとして腹が立つ気持ちもきっとあっただろう。だが栗木さんがプロの登山家の中でも注目されることが多かったのは、その無謀だと思えることに、何度も諦めずに立ち向かう姿に人々が魅力を感じていたからなんだぜ。栗木さんは私たちに夢を与えてくれたわ。その夢は決して消えることはないわね。
みんなの意見や感想などがあればぜひコメントしてくれると嬉しいぞ。よかったらチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございました。